皆さん、将棋界の秋がいよいよ本格化しまた新たな伝説が生まれつつありますこの秋を盛り上げている中心人物はやはり将棋界の天才藤井聡太七冠です。先日行われた王座戦では彼の驚異的な勝負術が再び輝きファンを魅了しましたこの戦いは単なる勝負ではなく棋士同士の精神的な戦いでもありました そこで注目されるのが、挑戦戦者でであった長瀬拓也球団とのの熱戦です。こ王座戦は2年連続で藤井聡太七冠が防衛を果たしたおののいとして将棋界に刻まれることでしょう特に注目すべきは第3局評価値が優勢とされた長瀬拓也球団が最終盤で藤井聡太七冠の放った強者による王手に翻弄された場面でしたこの一手がすべてをひっくり返す決定打となり 監修だけでなく解説者すら驚かせましたプロ棋士である中村泰治八段や本田圭六段が「これは予想外だ詰めろじゃなくなった」と動揺するほどの藤井聡太七冠らしい一手でしたこのような場面こそが彼が将棋の魔術師と呼ばれるゆえんです永瀬拓也九段もまたこの王座戦で深い精神的な試練を経たようです彼の言葉は将棋ファンに衝撃を与えました 人間らしさととととそううでないいいいこころのいいとこ取りをししようと思っていたしかしそれでは藤井聡太さんには勝てなかったと語った彼の言葉はまるで小説の一節のように心に刺さりますこの発言は藤井聡太七冠という存在の圧倒的な強さを象徴しています勝負師としての自分を捨てさらに深い覚悟を持たなければ藤井聡太七冠には勝てないと気づいた長瀬拓也九段の苦悩が伝わります 王座戦の真相、心理戦戦と逆転劇大座での藤井聡太七冠の逆転劇は単なる棋譜以上の深い意味を持っていました最終局の盤上では永瀬拓矢九段が優勢とされていたものの藤井聡太七冠が放った一手が形勢を一変させましたこの一手は相手の心理を巧みにつく罠でもありました解説者たちが正解は桂馬で受けるべきだが ここで受けると逆転してしまうと指摘した通り藤井聡太七冠は相手の選択を狭めるための絶妙な手を繰り出しましたこのような読みの深さと計算された一手が彼の天才的な直感と訓練の成果を物語っています長瀬拓也球団が漆黒の世界で生きる覚悟が必要だと語った言葉は彼が藤井聡太七冠に対して抱いたプレッシャーと自身の限界に挑む姿勢を如実に示しています この発言から、勝負師としての孤独や苦しみ、そして将棋というゲームが単なる技術の競い合いではなく、精神の戦いであることが浮き彫りになります。長瀬拓也球団は、藤井聡太七冠との戦いを通じて、自分自身の心と向き合い、さらに深い覚悟を決意したのでしょう。若手騎士たちの台頭と新たな将棋界の展望 藤井聡太七冠の活躍とともに将棋界では次世代の新星たちも台頭しています特に藤本渚五段や上野雄樹四段の若手棋士たちは超早指しのアベマトーナメントでその才能を遺憾なく発揮しましたこのトーナメントではチーム稲葉がチーム長瀬拓矢を下し賞金1000万円を獲得しましたチーム戦のフィッシャールールに順応した若手棋士たちは 今後も将棋界をリードしていく存在となるでしょうまた女流棋士の西山智香女流三冠が挑む棋士編入試験も大きな話題となっています彼女は高橋裕次郎四段に勝利し次の対局に向けて弾みをつけましたさらに西山女流三冠は白麗戦での防衛戦も同時に戦っており挑戦者福間金女流五冠との戦いに注目が集まっています 彼女がどのようにして将棋界の壁を乗り越え、女流初の四段プロ棋士となるか、ファンの期待が高まっています。新将棋会館のオープンと未来の熱戦。将棋界のもう一つの大きな出来事として、東京に新しくオープンした将棋会館が挙げられます。この会館は、日本将棋連盟の100周年を記念して建設され、今後多くの名勝負がここで繰り広げられることが期待されています。 将棋会館の新しい対局室、木漏れ日の間では、棋士たちがどのような地のバトルを繰り広げるのか、ファンの期待は膨らむばかりです。藤井聡太七冠をはじめとするトップ棋士たちが、この新しい環境でどのような対局を見せるのか、また次世代の若手棋士たちがどのように成長していくのか、今後の将棋界の展望は非常に明るいものとなっています。終わりに、藤井聡太七冠と将棋界の未来。 将棋界は、今やかつてないほどの盛り上がりを見せています。その中心にいるのは、やはり藤井聡太七冠です。彼の圧倒的な勝負術、そして将棋に対する情熱と努力は、ファンを魅了し続けています。また、西山女流三冠や若手棋士たちの台頭も、将棋界の新たな時代を予感させます。これからも、藤井聡太七冠をはじめとする騎士たちの熱戦が続くことでしょう。 将棋ファンとして彼らの成長を見守り応援していきましょう将棋は一手一手が未来を形作るそしてその未来は我々ファンと共にあるこの言葉を胸に将棋界を共に支え熱狂し続けましょう